はい、今日は6月の16日です。大月湖の里では、自然サイエンススクールというのをやっています。その中で定期的に、みんなが集まって、共同の畑で、こんな風に育てています。今回はいろんな作業をしました。通路に大きく伸びていた緑皮を、買って、草マルチというんですけれども畝の上に敷いています。成長のご報告と合わせてご覧ください。インゲンです。3本に増えていたのを2本にしています。この辺りはナスです。ナスは支柱を立てて誘引をといって、こう紐でですね、こんな感じで結んでいます。トマトですね。この辺りはミニトマトです。トマトも、誘引といって、はい、こんな感じで支柱に、つけて、一部一応残しというんですけれども、こうちょっとこう上の芽を、描いたりしています。この辺りもこんな感じで草マルチをしっかりして、早くトマトが大きくなるように、お世話をしています。この辺りは大根、それから枝豆なのです。大根など、間引きをしたり、ちょっと大きくなった春菊の収穫。ここはノラボーナですね。ノラボーナも、収穫をしました。この辺りは、キャベツとレタスです。ここで種をまいて育てた苗を、はい、定植しています。少し終わっていたスイカも、時間とともに少しこうまた復活をしています。元気になってきております。全体的に草マルチをしています。それから食用ホオズキです。こんな感じでとても大きく、立派になってきていますので、これも支柱を立てて誘引をしています。かぼちゃです。バターナッツですね。もうちょっとこんな感じで、実がつき始めました。ここも草マルチをしています。ここもかぼちゃです。草マルチをして米ぬかを撒いています。あとじゃがいもですね。じゃがいもがちょっと、テントウムシダマシの被害が大きいので、少し葉っぱを濡らして、灰をですねつけて、なんとか、病虫害の被害を抑えようとしています。ここはネギですね。米ぬかを撒いて草マルチをしっかりしています。ここは皆さんの個人畝です。今日結構も収穫をしています。で最後にみんなで、大豆を撒きました。結構広い大豆、畑で、これが味噌、みんなで味噌作りをしようと思っています。ちょっと鳥よけのために、線を張っています。それから目隠しのために最後に草をかけています。ということで畑のレポートでした。